25日は6月の25日木曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京市場、まず注目されましたのは日経平均株価の方でございますけれども、2万トンで700円水準台、まあ、700円台800円台、この辺を中心として展開したというところでございます。で今持っておりますのはこちらの方でございますけども、日経225先物オプションの方なんですが、まあこちらの方はちょっと見づらいかもしれませんが、イメージだけちょっとイメージご覧になっていただければと思います。まあ、プットの方とコールの方それぞれ取引画面の方からご覧になれるんですけども、要は何を言いたいのかと、ブルーのところが中心ラインなんですけども、2万1500円コールがと1万9500円のプットが凄まじく出会っているよというところでございます。でこれ何を申し上げたいのかというと、まあ、こうしたところぜひ取引画面のところにもございますのでご覧になっていただければと思います。要はベアスプレッドというふうにして申し上げまして、権利行使の低いプットと高いコールそれぞれ見てるけども、あんまり下げ余地はないよというふうにして、ちょっと弱気だけども下げの余地はないんじゃないかというのを見ているような、これおそらくストラテジーを組んでいらっしゃる方が多いんじゃないかなというふうに感じました。取引画面日経225先物オプションの方の取引画面から、出来高から推測するところでございますけども、ぜひ、こちらの方も、まあ、口座をお持ちでない方は、これを機会にというところなんですが、実際取引しなくてもそういう見方もできるよというところでございます。1万9500円のプットと2万1500円のコールの出来高がすごく多かったというところでございます。でもう一つは、ドル円のチャートの方でございますけども、こちらの方はですね、124円台の前半がやはりちょっと重かったねというところなんですが、イメージとしては基本的には変わっていないところでございます。でこんな感じですけども、で今日はですね、週末そしてまあ月末さらには四半期末という言い方になりますでしょうかね、五等日でございましたけどので、少し、信託銀、都市銀行、輸出もしくは証券会社という言い方をするとなんかいかにも自分のところみたいな言い方になりますが、証券業界もしくは投信業界、まあ、そうしたところからもですね、いろんな締めという言い方になるんでしょうかね、円転、要は外貨を持っているのを売って円に換えると、輸出企業などが都市銀行を通じてもしくは信託銀行などを通じてというような指摘がございました。でそうなりますと、これ資金の母国回帰、レパトリエーションという言い方になりますので、ドル円においては、これまあドル売り円買いというような形になるのかとは思いますが、今急にメガネをかけましたけども、ドル売り円買いというような形になるのかもしれませんが、他の国々にしてみても、自国の通貨を買ってもっと、まあ、自国の通貨に買い戻すという言い方でしょうかね、そうした動きがロンドンフィクシングに向けてドル円だけではなくてそれぞれの通貨ペアでもそうした動きが出てくるかもしれません。でちょっとその辺はですね、ご注意をしていただければというふうにして思います。さてで今ドル円の方をご案内させていただきましたが、市場のテーマというのはやはり継続してギリシャ問題でございます。不透明感漂う中でどういった日程スケジュールになるだろうかというところは、リッキーアの FX 道場ブログの方でもちょっとご案内させていただきましたけれども、ギリシャの議会もしくはドイツの連邦議会なども経てというような形になります。今月ギリギリまでちょっと長引くのかなというふうにして考えております。さてそこででございますが、やはりユーロが主役ということで、今回はリスク回避のピンチはチャンスかというところで、今日はこのタイトルのところ、実は2つ資料を用意しております。でまずはこれ200日終値比ベースでございますが、ユーロ円と、まあ、本来でしたらユーロドルと言いたいところなんですが、やはり皆様方ご興味あるのはユーロ円なのかなと思います。でユーロ円とちょっとこれはあくまでも日足ベーストレンド的にというところでご理解していただければと思いますが、まあ、地政学的なもの、当然輸出入の付き合いも長いというところで、トルコリラ円が意外とですね、感濃度が高いですねというところでございます。 0.801 というところでの、トルコリラ円とユーロ円、まあ、大体同じようなトレンドしてますねというところだけイメージを持っていただいて、この今ピンチになるのかチャンスになるのか、まあ、微妙なところでございますけれども、ぜひご留意していただければと思います。でこれがまずはユーロ円とトルコ円の方でございますけれども、もう一つの資料、こちらの方はユーロ円と5ドル円でございます。で5ドル円とユーロ円の方がどちらかというと、先ほどのよりも200日終値比ベースではちょっと相関係数が高いと、まあ、少しでございますけども、金も絡めて、まあ、昨日もそうだったんですが、5ドル米ドルにおいてなどでは金がシフトされていたのが、それがまた緩んで5ドルが買われるだとか、非常にややこしい動きがあったんですが、やはりギリシャ問題に絡んでのリスク感濃度というところ、そして円も絡むというところではユーロ円と5ドル円も、まあ、ここ最
最近はちょっと横ばいになっているような経緯、ざっくりとでございますけども、俯瞰的に見ると横ばい経緯ありますけども、ほぼほぼ同じような動き、トレンド的にはですね、同じような動きをしているよというところ、ちょっとこの辺も注目をしていただければというふうにして思います。ユーロ円とトルコリラ円、そしてユーロ円と5ドル円というところでございます。そしてですね、本日は木曜日でございます。そこで木曜日、本日のテーマ、竹部の一押しストラテジーはユーロ円でございます。さすがに今の旬という言い方が適切かどうか分かりませんが、ユーロドルなども、現在がって言ってしまいましたが、 1.12 台を中心としてちょっと方向性、 1.11 の半ばから 1.12 の前半がなかなか重いねというところの中で、まあ、どっちに傾いていくのか非常に微妙なところではございますけども、ポイントとして考えたいのはやはりユーロ円の方が分かりやすいのかなというふうにして思いました。でテクニカル的な、指針というのはこちらの方に書かせていただきましたけども、あまりこれ関係ないのかなと本音は思ってます。ただしポイントとして見ておりますのは138円、ないしは138円の25銭水準、今が138円の半ばぐらいでございますけども、やはり下値が硬いねというところ、この辺が下限、そして一方上値においてですけれども、139円の前半が今ちょっと抜けていくことができない、139円の半ばも超えていくことができないというふうにして見ておりますが、この辺は何かの、マーケットの、傾斜でおいてユーロが買われる可能性は十分あるんじゃないかなと思います。ただし逆にもっと上になってきますけれども、140円の75銭ないしは141円水準というのはこれかなり重くなっておりますので、ここを抜けていくにはもう本当に問題が解決するぐらいの話になってくるのかなというふうにして思います。この問題というのはギリシャ問題なんですが、ただしここもちょっと複合的でございまして、そもそもでございますが6月の1日、まあ、2日ですね、ぐっと上がった水準がございました。この時何があったのかというところなんですが、一番最初に火をつけたのはユーロ圏の CPI 指数だったんですね。そうなりますと本来あるべきマーケットのテーマ、ファンダメンタルズをベースとして動いていると、そしてその後、ギリシャの国際債券団、がうんぬんというところでございました。この国債というのは、まあ、インターナショナル債券団という言い方になりますけども、いろんなところが、イギリシャの提示に対しての、まあ、一番最初でしたね、合意するんじゃないかというようなところで少し緩ん、マーケット緊張度が緩んだ経緯ございました。スッと上がっていったんですが、この時に、もう一つ横にらみで見ていたのがドイツの10年債金利、これが 0.5% 水準だったのが6月の10日11日水準にはもう一気に 1% 水準まで上がってと、まさに利上げを反応せんばかりのような、そうした債券価格の下落に伴あって、まあ、シフトされていた債券が売られて金利がぐっと上がったと、それに合わせてユーロが上昇したという経緯でございました。現在がだいたい 0.8% 台ぐらいでしょうかね。そうなりますと今後でございますけれども、まあ、もちろん、週末に向けて、まあ、大きくギリシャ問題にというところかとは思いますが、思惑で上下振れしてくる可能性があると。そして特に気をつけたいのは138円水準が割れてた時には、この6月の上旬の上昇帯をぐっと下回ってくる可能性もあるねというところでは、136円台回帰のリスクもあると、ただし137円台の前半には200日線ないしは日足基準線もあるよというところで、一体竹部は何を言ってるんだというふうにして思われるところかと思いますが、ポイントは1点、要は非常にボラタイルな値動きをしていますので、ピンチをチャンスとして捉える可能性ができるのが今ユーロ円なのではないかなというふうにして見ております。で基本的な竹部的なストラテジー、あくまでも竹部個人の遂行でございますが、138円から前半のところでは健康一滴でバイエントリー、そして139円の前半から半ばではエグジット売り、まあ、逆もまたしかりだと思いますが、こうした形で見ております。で逆に売ってしまった、139円台の半ばから後半で売ったというところでも140円の75ないしは141円のところではトレンドが変わったのかなというふうにして一旦仕切り直さなくちゃいけない、売った場合はというふうにして考えています。で買った場合でございますけども、138円割れた場合はやはりこの給湯帯を回帰する可能性があるので一旦仕切り直しますが、137円のちょうど水準、まあ、200日線水準ぐらいのところではもう一旦、マーケットを仕切り直してくるような動きがあるんじゃないかというふうにして、ピンチチャンスピンチチャンスと、まあ、それぞれ、カード表裏だとは思いますけども、切り返しそうした場面に遭遇してくる、その場面をですね捉えていくことができる局面なんではないかなというところで、今回ユーロ円を取り上げさせていただきました。継続してギリシャ問題を
まあ、仕掛けというんでしょうかね、ギリシャ問題を恣意的にという言い方をするとちょっとよろしくないかもしれませんが、マーケットがボラタイルな値動きになっているような状況でございます。ドル円の方が少しですね、こう大人の見方になっているのかもしれませんので、まあ、ドル円ももちろん、リスク管理はお忘れなくというところなんですが、その他ユーロ関係、ユーロポンドだとかユーロオージーだとか、そうした動きもですね、激しい値動き見せてくる可能性あろうかと思います。リスク管理の方は十分ご注意していただければと思います。以上、6月の25日木曜日の日替わり竹部でございました。